こんにちは、ライフスタジオ所沢店のヒロです。今回で第3回目を迎えます。パパママカメラマンのための、初心者でも子供が可愛く撮れるカメラ講座。前回までは、カメラの種類とレンズの種類をお送りしまして、いよいよ、カメラとレンズが揃って撮影できる状態になったということで、今回は撮影モードの説明を少ししたいかなと思います。カメラを始めたばかりの人で、全自動モードというもので撮影をしている方が結構多くて、カメラに全て設定を任せて、明るさとか絞りとかですね、シャッタースピードとかそういうものを全て、カメラの方で自動的に設定するというもので、これを使っててあまり綺麗に写真が撮れなかったりとか、思ったような写真が撮れないという人が結構いるのかなと思うので、今回はそれぞれの撮影モードについて少しご説明したいかなと思います。撮影モードというのはカメラのメーカーによって呼び方とか機能が少し違ったりしますので、今回は、キャノンですね、スタジオでも使っているキャノンの、カメラでの、説明をしたいかなと思っています。撮影モードというのも大きく分けて、2種類ありまして、それが、簡単撮影ゾーンというものと応用撮影ゾーンというものがあります。この簡単撮影ゾーンというものは、その全自動モードとか、あと、ポートレートモード、風景モード、スポーツモードですね、あと夜景モードとか、そういったシーンに合わせて、この使えるもので、初心者の方だと簡単撮影ゾーンのモードを使って撮られる方も結構多いんじゃないかなと思います。これだとシーンは選べるんですけど、カメラの設定自体は自分で選ぶことができないので、カメラに任せて写真を撮るというスタイルになります。なのでこの簡単撮影ゾーンのモードから一つ抜け出して、応用撮影ゾーンのモードで撮影できるようになることをまずお勧めしたいかなと思います。応用撮影ゾーンのモードをですね、一つ一つちょっと詳しく説明すると、だいぶ、細かく長くなってしまうので、一つ一つの解説は、また次回以降ですね、それぞれ分けて、一つの講座の中でご説明したいかなと思いますが、今回はどんなモードがあるか、簡単にご説明したいかなと思います。まず一つ目がプログラム AE モードというものなんですけど、こちらは全自動モードとあまり変わる部分がそんなにないので、今回はこちらを省こうかなと思います。二つ目が AV モードといわれる絞り優先モードですね。こちらの方が絞りというものを決めると、カメラの方で自動的に明るさを決めてくれて写真を撮ることができます。絞りというのは一眼レフでよく後ろがボケている状態の写真が撮れたりすると思うんですけども、どれぐらいボケるか、どれぐらい、ピント合わせて撮るかという、そういった目安になるのが絞りというものなんですけど、詳しくはまた次回ですね、絞り優先モードの説明の時に、合わせて絞りというのものを説明したいかなと思いますが、こちらのモードで撮るとその絞りというのを基本にして、なのでどれぐらいぼかすかということを、中心にして、この写真を撮っていきたいという時に便利なモードになります。次が TV モードというものですね。こちらがシャッター優先モードというものになります。こちらのモードの場合はシャッター速度というものを中心にして、カメラの方で自動的にこの写真の明るさを決めて撮ってくれます。シャッター速度についてはこのシャッター優先モードの時に説明をしたいかなと思いますが、簡単に言うと、シャッタースピードというのが速ければ、速いものを動きを止めて撮影することができたり、シャッタースピードというのは遅いと、動くものがブレて、映すことができるというものになります。なので、そのシャッター速度というのをコントロールしたいときに、
シャッター優先モードというのが使いやすいモードになるかなと思います。で最後にマニュアルモードというものなんですけど、これは全部の設定をマニュアル、自分自身で設定できるというもので、スタジオでは全てマニュアルモードで撮影をしています。まあ明るさであったりとか、シャッタースピード、絞りっていうのを自分で全部その場でコントロールができるので、より自分の撮りたい写真というものに近づけられるのかなと思います。なので、まあ初めは、絞り優先モードだったりとか、シャッター速度優先モードを使いながら慣れていって、まあ、最終的にぜひマニュアルで撮影できるようになったら、いいかなと思いますので、ぜひチャレンジをしてみてください。まあ、これで今回の撮影モードの説明というのを終わりにしたいかなと思うんですけど、まあこれだけだと絞りってどういうものなのか、シャッタースピードというのはどういうふうに影響してくるのかなど、そういったことは実際ちょっとわからないかなと思いますので、次回は絞り優先モードをですね、キャノンでいう AV モードですね。絞り優先モードで、一講座説明をしていきたいかなと思います。そこで絞りについての説明も、一緒にできたらいいかなと思いますので、またご覧いただければと思います。